はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく4時ですね。11月は5日の金曜日土曜日でございます。はい、静かな朝からね、電話かかってきたんですよ。何かいなと思ったら、いや、もうどうでしょうね。何年かぶりかで、話す人で、まあ、平身ってとこっちが謝らなあかん要件やったんですけど、いやいやいや、結構、朝からうわーと思って、突然なんていうかね、もしかしてやばいかなと思ったらやっぱりやばかったという話ですね。余計なことをすると余計なことになるということで、朝から結構ブルーでしたけどね。ブルーな気持ちで一生懸命たこ焼きやってましたけど、いけませんね、あれね。気持ちがブルーやとあんまりうまく焼けませんね。イラ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 するんですけど。はい、全然関係ない話ですけども、ニュースの裏表、ザクザクでございまして、夕刊フジですね。峯岸健二さん、ここのところですね、よくお名前をお見かけします。胡錦涛が中国ネット制限ワードに、共産党大会途中退席病気説に異論、卓上の新指導部名簿の確認静止、語りかけた決まったこと、語りかけた決まったことって何やろ、ようわからん、ね。まあ、読んでいきましょうか。習近平総書記過去69国会主席の異例の3期目が決まった第20回共産党大会の閉会式10月22日での胡錦涛前書記79の途中退席事件の背景を前回の討論で解説した。事件の本質は胡錦涛氏が意中の後継者として推薦していた胡春華副首相が過去59の降格に対する抗議の意を示した胡錦涛の乱であることを指摘した。これに対して多くの反響をいただいた。一部の日本の有識者は病気が理由だったと中国の公式報道をなぞる解説をしている。果たして本当なのだろうか。今回は各国の分析を交えて検証してみたい。あのね、日本にもね、なんて言いますか、中国事情を解説者みたいな人いっぱいいますでしょう。まあまあいっぱいいますけども、その中にパンダハガーがいるんですよ。で、今回これがね、リトマス試験紙になってるんですね。あの胡錦涛氏の途中退席は、あれは何でもない病気かもしれんでと言ってるやつはパンダハガーなんですね。で、そうじゃないわやって言ってるやつが普通の人なんですよ。私の判断もそうですね。なんで、この人そうやったみたいなのがですね、分かってしまうわけですよね。これ。もうちょっと行きましょうね。ネット検索、バイドゥに胡錦涛と入力してみた。検索結果わずか25件。3日正午時点、党大会前と比べて激減している。しかもほとんどが中国国営メディアの過去の報道ばかり。前任の江沢民元総書記よりも桁違いに少ない。1989年の天安門事件で失脚して、中国共産党の歴史から事実上消された存在である張志陽元総書記にすらはるかに及ばない。一体何が起こっているのだろうか、真相について中国国営メディア関係者は語る。この、峰村先生、どういうルートを持ってんやろうと思いますけど、閉会式の出来事は中国メディアでは報道されておらず、ネット上でも規制されています。しかし少なからぬ中国国民が国外の知人らから情報を得て話題となっているため、ネット検索は制限されています。歴代指導者の名前が規制される異常事態と言えますと。これ変な話ね、なんで僕らがあのシーンを見れるかというと、閉会式の最後頃にですね、その外国メディアも含めてですね、報道陣を中に入れたらしいですね、会場に。で、僕らが見たあのシーンはですね、シンガポールのメディアが撮影したものだと言われてます。で、それを一気にですね、全世界に流してしまったわけであって。
あのシーンは故意にこう世界に発信させたのか、それとも非常にイレギュラーな突発事故だったのかっていうのはよう分かりませんけども、私はもしかしたら突発事故だろうなというふうに思います。あんなもん世界に流されて中国共産党にとっていいことは何もないですからね。中国のネット空間上では中国政府が禁止ワードを設定して厳しく監視している。ネット規制こそが中国政府の真意を図る上で最も信用できる証拠です。そうなんですよ。何を規制してるかということによって中国政府が何を隠したがってるかっていうのが分かるわけです。逆に、中国の公式発表通りの病気説だけならばこのような厳しい規制を敷く必要はあるのだろうかと。まあその通りですね。胡錦涛氏は2015年頃からパーキンソン病を患っていることを筆者も確認しており、病気説を否定するわけではない。ただ開幕式には介添え人の力を借りずに出席している。閉会式で健康状態が急変したという説明だけでは不十分と言わざるを得ない。中国政治に精通している米政府関係者にも真相を尋ねた。胡錦涛氏は閉幕式の当日朝になって政治局員の人数がこれまでより1人少ない24人、つまり胡春華氏の降格の事実を知ったことを確認しています。そのことを配られた新指導部の名簿で改めて確認しようとしたところ制止されたと分析しています。02年以降政治局員の人数は25人、今回1人減員されたのは胡春華氏と見られることは不自然ではない。まだありますね。胡錦涛氏は卓上にあった新指導部の名簿を見ようとしたところ左隣にいた栗戦書、全国人民代表大会委員長72に認められている。台湾の中国政治専門家はこの時栗氏が胡錦涛氏に対してかけた言葉を独身によって読み解く、唇を読むということですね。見てはならない、すべて決まったことだから。そうだったんですかというか、まあまあ語られてることであって、つまりね、もうある程度ね、そのこうあれがですね、イレギュラーな事態ということはもうなんて言いますかね、動かぬところになっているんですけども、それをなおかつですね、共産党のですね発表通り、いや俺病気やでとかって言ってる日本の中国専門家はパンダ派がということになりますね。今日結構でもね、パンダ派が増えてるような気がしますよ。昔に比べたら順番にですね、こう歯に虎にかけてるんでしょうかね。女性もいますけど、女性は歯に虎ってのまあまあやってやれないことはないでしょうけど、まあ難しいところありますよね。年齢にもありますけど、男性は歯に虎かけてるんですかね。歯に虎か金銭でしょうかね。中国専門家順番にこう頑張ってるんですね。僕のところには来ませんね、専門家ちゃうしっていうのはありますけど、まあですね、あのですね胡錦涛退場劇というのはですね、これは多分歴史に語り継がれるシーンになるんでしょうね。中国の指導部がガタピシガタピシゴタ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 しているというのはどうやら真実のようでございまして、それをですね、どういうふうにこう世界を捉えているかというと、まあまあ、まあですね、中国共産党の発表通りのことを信じている人はほぼいないわけですね。でこれがまたですね、日本の中国専門家のリトマス試験紙にもなっているということでして、まあそれはいいんですけどもですね、今後胡錦涛さんどうなるんでしょうね。軟禁状態ではないでしょうかね、きっとね。で共青堂ですね、共産主義青年同盟のカラーを一掃した習近平政権ですけども、今盛んにですね、またゼロコロナの都市封鎖っていうのをやってるようです。いやこれね、これやってる限りね、中国はどんどん衰退しますよまあそれも日本にとっては悪くないといつも申し上げている通りでございますけども、
これ一応ね、このザクザクのね、このページ、1ページ目を貼ってみたいと思います。まあ、もしかしたら後で撮るかも分かりませんけども、胡錦涛さんの例の退場事件の裏には何があんねんという話の続きでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。